ちゃん、あちゃんです。前回、あちゃんの、超スペクタクル巨編、ミステリー劇場、続き、悪は善、善は悪の第2回目お話していきたいと思います。前回のあらすじ、火の国が世界を作るスタートの国、そして一度リセットして火の国から素晴らしい世界を作っていこうって計画した、にあの 悪から火の国を守って火の国からスタートさせる、そういう善の、米の国トラちゃん大統領、北の端のプーさん、北の国のキムニー、中の国のペイさん、この4人が手を取り合って火の国を守ろうと。で、火の国の中にもかなり悪がいてる。だから火の国をまずトップを崩壊しないといけない。そのためには、身を切って骨を、身を切らせて骨を断つ、だから、火の国の国民には辛い思いをするけども、火の国を苦しめることによって火の国の国民もかなり犠牲は払う。代わりにトップを叩く、トップを表に出すっていうことを実行してきて、それで悪を徹した米の国のトラさん、北の端の国のプーさん、北の国のキムニー、中の国のペイさん、それが火の国に対し悪として動くことにしました。世界で一番大きな米の国は火の国に経済制裁をかけたり、上納金を納めろとひどいことを言って国民を苦しめるかのようなことをしながら国の中枢部を苦しめる。北の国からは先の戦争で奪った国を返さない、島を返さない。北の国からはいつでもミサイル発射できるんだよっていう威嚇射撃に火の国の周り、火の国の上を飛んでいくミサイルを撃って、いつでもミサイルを落としてこんなことできるんだよっていう威嚇。中の国からは南の端、西の端の島を奪うよっていう威嚇。そういうことをすることによって悪に徹したヒーロー、っていうことで、悪は実はいい人、ヒーローとして崇め立てられてたような演出をしてきました。で、あくまでもヒーローはヒールに化けて、ヒールのふりをして火の国を脅かすことによって、火の国の国民、目が覚めた国民は、あ、もしかしてって気づいてる人もいてる。でも気づかない人が大半です。それは気づいてるのはごく一部の国民と中枢部だけ。中枢部は自分たちは悪に染まってるから、もちろん相手が脅威やっていうことは分かってる。でも国民たちは自分たちの味方だって思い込んでる。だからそこで国民を欺くために、火の国を我が物にするために、悪の物にするため、まず火の国の国民を減らさないといけない。国民に苦しみをさせないといけない。火の国の国民っていうのは邪魔です。火の国が欲しいけど火の国の国民はいりません。だから火の国の国民に苦しい目をさせる。それはヒーローの、悪のふりをしたヒーローも同じように火の国の国民を苦しめることによって、悪はヒーローが悪に徹していることを気づいていない。自分たちの味方だと思ってて行動してる。お互い情報戦争をやってる中で、火の国に悪と思われながら、先の戦争で奪った北の端の4つの国を、島を返さない。なぜ返さないのか。その島を返すと、先の戦争で叩かれ、先の戦争で米の国からの洗脳教育で骨抜きにされた中の国の国民は平和ボケをしている。だから
島を返せなんて言ってるけども、北の国が悪だって言ってるけども、北の国はなぜ返さないのか。返してしまうと中の国の悪がそこの島に基地を構えるから、だから北の国はそこを平和ボケした国には返さない。北の国がなぜ核開発をしていつでも撃てるんだよっていう威嚇をする。しかも火の国の右側、左側、西側、左、東側に国土をまたいでそんなミサイルを撃つかっていう威嚇をすること。そして中の国は火の国が欲しい、もちろん中枢部はね、悪はね、でもトップはそうじゃなく悪を演じたヒーロー、そう、中の国の一員として、橋の島を奪おうってやってきている。その中でその島を奪うイコール平和ボケして軍事力を持たない国民の心をズタズタにすることによってすぐにでも叩けるぞっていう威嚇をしてくる。そして今中の火の国の中にはかなりの多くの、在日外国人が存在している。軍隊を持っている国、国民っていうのは若い頃に軍隊教育をされている、いつでも兵隊になれる民兵やねんね。普段みんなと同じようなフリース着て普通の格好してても、いざとなってスイッチが入る、行くぞっていうゴーサインが入るとすぐにでも銃を構えて制圧できる軍事教育はされている人たち。そう、火の国を中から蝕もうとしている人たちが移民してきてね、それで永住権を得るために、偽装結婚したり、永住権を得るために中の国の企業を買収したり、永住権というかその中の国、中の国じゃない、火の国にこう仕事っていう体で来たり、かなり人数が火の国に入ってきているはずです。そうやって、西の端の島、ね、線の角の島を取ることによって一気に国内にいている工作員にゴーサインを出すことによって一夜にして火の国を我が物にすることだってできる。それをいつするかって虎視眈々と今見極めている中で、中の国のトップは米の国と手を取りながらどうやってそこを抑えるか、いつするかっていう情報戦をしながら国を動かしてきて、そして米の国のトップ寅さんは第2期目、大統領を2期やって8年で肩をつける、4年である程度制圧して残りの4年で畳みかける予定が、予定が狂った悪の計画で予定が狂って今身動きが取れないふりをしながら裏できっちり動いている。これもシナリオ通り、そのシナリオはシナリオ ABCDE、 そう、何かが邪魔が入ったりシナリオが狂った時に次のシナリオに切り替えられるようにきっちりシナリオを組まれている。このシナリオを作ったのは100年ぐらい前だから、計画通りに物事は動いている。予言映画、予言アニメ、予言者がいろんなことを言って的中させている。予言ではなく最初から決まってたシナリオを小出しにして実はこういう計画があるんだよっていう話をしたら、所詮アニメの話でしょって言って話をはぐらかせるためにそういう、ね、計画を自らバラす、そうやって情報操作をしてきて今に至ってきて、今まさに世界を制圧しようとしてる。そこでもし制圧できたら、これも一部の気づいた人たちにだけ分かるように発信をした、これね、ネサラゲサラっていうね、あとで、不正な銀行取引を全て取り消しにする、そして借金を完全になしにしてしまう、所得税を廃止する、で国税局、国税分野も全て、一括して
クリーンな税制にする、食べ物、医療には課税しない、高齢者も守る、裁判とかも全て憲法を、いい憲法を作る、要はそのこのゲサラ法ができたら世界大統領を選任していい世界を作っていこう。で今動いている通貨を廃止させて金銀プラチナ貴金属の問いが切れた貴金属メインの世界をにしていこう、まあ、そういういいね、まあ、いろんな、まあ、それだけじゃないんだけど、いろんなそういう、いい法律を、いい世界を作ろうっていうことを国民、世界国民に、世界中の人に明かすことによって、そして自分たちが持ってる機密も明かす、クリーンな正義なんだよ、実は悪を演じてたけど正義なんだよっていう、ことを報告する、そしてだん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 表に出てくる、悪だと思ってた、北の端のプーさんは実は仲がいいんだよ、北の国のキム兄とは仲がいいんだよ、そしてキム兄のキム兄には実は諜報部とつながってて悪い人なんだよ、だから、粛清したんだよ、処刑したんだよ、そして中の国のペイさんも実はいい人なんだよってぼちぼち明かされてきて、そしてヒーローが表舞台に立った、そして亡くなったと言われてる、セクシーな、ね、お姉様は実は90何歳で生きてて、それの息子は、このヒーローとして立ち上がって暗殺されたヒーローの前ヒーロー、要は悪に負けてしまった悪に倒されたヒーローとの不倫の子、そう不倫さんを産んで、不倫さんのお母さんはその亡くなったと言われてるセクシーなお姉さんで、前回ヒーローが立ち上がったけど悪に屈した悪にやられたヒーローの息子も飛行機事故で亡くなったっていうことで、実は亡くなってなく守られてた、そして裏の組織がいろいろな悪事をしていることを見抜いた有名な、国民を洗脳する装置、メディアの中で活躍しながら悪を見抜いてきた人たちが実は生きていた、そう裏で活躍をしてた、そして裏の悪と情報をやって処刑されたって言われているキム兄には実はいい人で、処刑された体で実は裏で生きてて、情報をやり取りしてた情報を実はこっちに流してた、スパイをした中のスパイやったと、スパイの逆スパイ、なかなか難しい、入り身だったストーリー、面白いでしょこのストーリー、実は殺されたって言われてる人は裏の情報を得ることによって亡くなってなかった、これは火の国にもあり得ることで、火の国もテレビメディアでいろいろ活動しながら裏では悪と手を組んでて、そして着々と処刑をされたり、司法取引って言って処刑しない代わりに全てのこちら側のスパイになれということで契約した人、悪に身を打ったけど悪から今度は善に身を打った人、そしていずれ処刑されるでしょうそういう人たちもね、でも、とりあえず今は善のために動かされてる、そしてそれで処刑されたけどもクローンを作る、クローン技術あるからクローンを作ったり、ゴムのマスクで生きてるふりをしたりして世の中を欺いてる、これが世間に出るのがもうすぐ全ての謎が解き明かされる、これがあっちゃんが考えてる長編スペクタクルのミステリーストーリーです。このストーリーには今回、終わりになるけどもパート2があります。パート2、善は悪で悪は善、悪は善で善は悪。
第2弾に続きます。第2弾どういう切り口で入るのかお楽しみに。キーは火の国。火の国はこの世界、次の新しい世界を作る素晴らしいスタートの国。これは善も悪も気づいていて、どちら側のも欲しい国、それが火の国。善が火の国を使って素晴らしい国にするのか、悪がこの国を牛耳って悪の世界にするのか、これは第パート2第2弾に続きます。では次回お楽しみに。またね、バイバイ。あっちゃんのストーリーいかがでしょうか。子供みたいでしょ。